亀ヶ森林道最高地点から西黒森自然市の塔亀ヶ森林道は高知県阿川郡伊野町にある林道。正式名称は伊野町道亀ヶ森線。地元では U4 ライン、町道亀ヶ森線とも呼ばれる。亀ヶ森沿いの尾根を走る道。旧寒風山トンネル高知県側出口より石槌スカイライン終点まで延長 27km の舗装林道である。 晴れた日には、石槌連邦は元より、土佐湾まで見渡すことができる。亀ヶ森から5キロメートル下った石槌山川に白砂峠山荘があり、これより西側は愛媛県側となる。おもごから石槌山山頂へ結ぶ石槌スカイラインの東側に位置する石槌山脈の尾根沿いの延長約2 7トルの舗装林道。東側の起点は、 井ノチ道一の谷寒風船、旧寒風山トンネルの入り口付近にあり、西側の終点は、県道12号、西条熊線の終点につながる。高知県と愛媛県の県境にそびえる亀ヶ森、東、黒森、西黒森、伊予富士といった、標高約1800メートル級の峰伝いに道路が、伸び、西にある白里峠、与サコ峠を通る。遮るものがないため、 四国山地の山並みを一望する絶景のドライブコースとしても知られ、北側の視界が明けるところでは、瀬戸内海まで遠望することができる。俗称でもある u f o ラインの名称は、未確認飛行物体の目撃情報が多いことと、オスボンをかけてから付けられた呼び名だと言われる。道路にセンターラインはなく、前線が舗装されている。東急閉鎖があり、 例年11月30日から4月中より下旬頃まではゲートが閉鎖され、通行不可となる。特に展望台といったものはないが、時々広い駐車場があり、壮大な山々の風景を望める。亀ヶ森林道から望む小持ちゴン山亀ヶ森は、四国山地西部の石槌山脈に属し、石槌山の東北東に位置する標高1897メートルの山である。 山頂付近は、なだらかな平原となっていて、亀ヶ森線は、亀ヶ森の両線沿いに、標高線3 0 0の1700メートル付近を走る、道路である。亀ヶ森、伊予富士、東、黒森、西黒森、小持権ゴン山の山頂が見られ、最短でそれらの頂上に至ると残口がある。また、吉野川源流の石踏みや四国山岳費や、鴨川源流地点がある。 南方に太平洋を遠望できる時もある。春は、明けぼの筒子や、尺投げの開花、夏は新緑、秋は紅葉が美しいところでも知られている。2018年、トヨタ自動車の CM で、ロケ地となり知名度が高まった。1997年に開通した、寒風山トンネルの旧トンネル。ありがとうございます。